やっぱプライベートジェット欲しいなと思っちゃうじゃん。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。 僕のついてる車のナンバープレートはだいたい1枚300万から400万ぐらい。車買えるじゃないですか。そうなんだけど、例えば今の話で言ったら車に興味のない人は全然そう無駄じゃん、高っって思うし無駄じゃん。だけど僕は昔からそうなんだけど、僕は数字が大好きで自分のこだわりの数字っていうのがあるわけ。例えば僕の携帯の番号ってよね。そうなんですか。そう、2000万ぐらいするんだけど。2000万したんですか、携帯の番号がね、はい、無駄じゃん、普通の人からすると、はい、でも僕は番号が好きなの、ナンバーが好きなの。自分のこだわりのナンバーがあって、そのこだわりのナンバーが手に、こだわりのナンバーを手に入れたいし、それを置いておきたいんだよ。だからそこに対する感覚は人からしたら無駄だと思うかもしれないけど、僕にとってはそれは払ってもいい額で、っていう話をしたら、だったら1日の食事のね、1万、例えば8000円の食事が、僕が例えばそれが1万2000円って言われたら4000しか買わないわけじゃん、はい、そっち払えよって言われるかもしれないけど、僕はそこは僕にはこだわりがあって、僕はそれがたとえ1000円でも2000円でも10ドルでも20ドルでも自分の想像よりも下がると幸せだし、上がると20ドルでも30ドルでも僕は高いって思うと気分が悪くなる。それはこだわりなんだよ。じゃあそういう生活コスト的な衣食住のところがはお得が嬉しいけど、 そのいわゆる趣味というんですかね、その番号が好きとかこだわりの番号を手に入れたいという時にはもう金に糸目をつけないみたいなですね。いや無駄だよ、本当に自分でも無駄だなと思うしね、振り返ると。だって例えばさ、ランボルギーニってだいたい5、6000万するじゃん。ただでさえ5、6000万の車乗るって無駄じゃん、まあまあ、興味のない人からすると。す、ね、うん、マレーシア倍だからね。そうですよね。5000万の車1億するし、はい、6000万の車1億2000万するし、無駄じゃん、はい、でもそれはいい、僕にはね。そこにお得さは求めない。求めてない、なるほど。そうだから僕はそういうその食事だったりとか住むっていうことに関して、特に食事に関してはすごい貧乏性だなって自分では思うっていう。だからヨーロッパ行くとほとんどの国でストレス感じる。アメリカ行ってもそう、高って、コスパ悪いなって思っちゃうし、満足できないんだよ住んでて。お金を払うっていうことに対してのその嫌だっていう感覚じゃなくて、自分が美味しいと思ったものに対して自分がつける値段とバランスが合わないから、いつもヨーロッパ行くとね、だったらもっと頑張れよって思っちゃうんだよ、うん、それは東京でも思う時もある。例えばね、銀座のど真ん中のお店行って、立地は確かにいいかもしれない、だけどご飯食べてね、これはちょっと高すぎだろうって思う店、やっぱ大概潰れるよね。うん、やっぱ5年続かないそういう店って。うん、でもやっぱり僕はここのお店は本当に美味しいし、食事その値段のバランスも合ってるなって思う店はずっとやっぱ続いてるし、お客さんも離れないし、で僕も紹介するしね、いろんな人、ここは本当に美味しいよ、でいてこの値段なんだよって言って、安いねって、これはすごいわって、みんなやっぱ喜んでくれるから紹介するわけじゃん、うん、僕は高い店だから美味しいっていうふうに
思わないから、うん、その自分が美味しいと思うものとの値段のバランスが合ってれば構わないっていうものだし、例えばワインだって価値の分かんない人からしたら1本120万のワインなんて頭おかしいんじゃんってやっぱ思うわけじゃん。だけど別にそれは僕は構わない、価値が合ってれば。うん、ワインとかになるともうその価値を理解できないともう価値を一生その人にない。そうだ、それと全く同じ感覚。そうだから自分の中の価値バランスが合っていれば僕は構わないって、いくら払うが構わない。ただし価値バランスが合ってないものにはお金は絶対出さないって、し二度と行かない。でもなんかこういう新しい場所に住むと自分のまあなんかこう行きつけの店を作ろうっていう、まあ、いろんな店入るじゃないですか。だから失敗も含めスタートの1回目は楽しくないですか。やっぱりなんだろうな、男って探検したいんだよね、探したいんだよ、いろんな場所で新しいもの。その探すっていう行為が一生できたらいいなって。女性ってさ安定を求めるじゃん、男は常に刺激と発見を求めるじゃん。これってやっぱ性の問題が圧倒的に関わってきてるから。で僕はやっぱりそういうところはすごく男性なんだなと思うし、あと放浪癖すごい強いし、いまだにいろんな国に、うん、パッと行くと事務所の人とか大丈夫なんですか。大丈夫っていうかもうこういう性格だから我慢してもらうしかないもんね。今回ここに来るときに匠さんとやり取りしてるときに、マルタと行ってきます、マル匠さんもいらっしゃいますかみたいな話をしたら、え、マルタ島行くんですか、僕行くわけないじゃないですかそうなんだなって思ったら、匠はああ見えてコンサバティブだからね、全然新しいご飯も食べたいとも思ってないし、海外に行って海外で生活したいとかっていうのもないし、あの人は都会のど真ん中で生活したいっていう人たちだから。でカニとかいるのと宇宙人みたいな。そう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 、だから海が近いぜ、食事美味しいぜって言うと何の魅力も感じないっていう兄さん肉はないんですかみたいなね、そういう人だから、それもしょうがないんだよ。で僕みたいに街の中歩いてなんかこういいなとかじゃないんだよ、あの人は観光がしたいだけ。そうだから観光が好きな人には観光地に行った方がいいと思う。僕興味ないから観光地、僕は人の生活に興味があるだけ。僕の場合はそこに行こうではなくて、例えばこの国で車買いました、車乗って自分でドライブして目的地決めないでドライブしたら、ここ何これ、で調べると遺跡、マジかこんなとこに遺跡あったんだ、やばいなっていうのがっていうのが僕は好きで、だからこの国にはこんな遺跡があるんだよって自分からそこに行ってっていうのが好きじゃない。逆に言うと例えばここに現地で仲良くなった友達とかに、ちょっと日曜日ドライブしない、どっか連れて行くよって言われて連れて行かれたところを見て、ふわーっていうのを味わいたいんだよ、取っておきたい、そういう喜びは、はいはい、僕はだから遺跡周りとか全然興味ない、自分からやりたいっていうのがない。なんか昨日の夜キックボードで夜中ずっと走ってきたんですよ。どの辺まで行ったんだろう、結構2時間ぐらい行ったのかな、途中も最後電池なくなるんじゃないかっていうぐらいまで行って、でまあ街中に何も行ってないんですけどね、でもいろんなとこごちゃごちゃ見えるみたいなのが、いやまあ楽しくて、まあ楽しいだろうね。で今結構アジア以外、まあマレーシアちょっと始まってますけど、そのキックボードって LA もそうだし、まあ、フランスとかもそうだし、なんか結構いろんなとこで始まってて、あれがあるないで街のいわゆる冒険の仕方っていうのがこう、なんだろうな、す
すごい広がるというか、うん、なんかやっぱこう海沿いに道がずっとあるからすごい気持ちよかったですね。でなんかないかなっていうんで走ってますけど、そういうのがそうですね、冒険ですね。ちょっとねマルタでいろんな体験を一緒にしようよ。はい、ぜひ。せっかくだしさ。よろしくお願いします。なんか僕の新しい生活の場所になるかもしれないから。打ち合わせ毎回すげえ時間かかる。15、6時間ぐらいですかね。そうね。まあ、だからそう考えたらやっぱりKLって便利でしょ。あ、マレーシアからだとどのぐらいなんですか。マレーシアからだとトルコまでが6時間ぐらいじゃない。あ、じゃあだいぶだいぶ、ね、トルコまで何時間かかった。13時間ぐらいですか。ってことはトルコまで13時間だからマレーシアが7時間だから、あ、じゃあそうでしょ、6時間ぐらいでしょ。だからマレーシアからトルコまで6時間で、でトルコからここマルタまでが2時間ぐらいって考えると、乗り継ぎも含めてマレーシアからマルタまでだと7時間8時間ぐらい、7時間半ぐらいで着くから。それだとね、だいぶ。そうだから本当は KL からマルタ便が直行便があったら最高なんだよ。そうですね、うん、そう考えたらやっぱプライベートジェット欲しいなと思っちゃうじゃん。なるほど、頑張んないとなって。7時間飛べるジェット高いからね。ああ、やっぱそうなんですね。高い、50億するもん。で1回のフライトで4000万かかるもんね。それ意味ないじゃないですか、持ってる意味が。なんで1回そんなかかっちゃう。大体3000万から4000万ぐらいね。意味あります。だからそこに意味を感じれる人と感じない人がいるってことじゃん。そうですよね。買ってさらに1回に何千万かかる。でも飛行機の中12人乗れるんだよ。例えば1回のフライトで、まあ場所にもよるけど2500万だと考えた場合、12人乗って移動したら1人ね。うん、でも1人200万で直行便がないところに200万でそのまま行けるっていう生活をしてる人たちは世の中にはいるよって話じゃん。でもなかなかそういうのに乗るぐらいの人って割り勘にならないんですよね。っていうことは誰かが1人がその12人分を払うわけですもんね。そう、ならない、ならないし、だからそこにそういう考えじゃないんだろうね、そもそも。自分の時間がもったいないって考えれるんだったらそういう風になるんじゃない。もちろんそれは例えば中古で考えてもやっぱ30億から35億はするから、やっぱり6時間7時間のフライトに耐えれる機体ってプライベートジェットでもガルフぐらいだから、ガルフの380じゃ多分無理で、やっぱり500とかのシリーズになるとやっぱそれぐらいになってくるんだよね。35億から40億はする。新艇だったらもう60億とかするからさ。ってことは資産が最低でも250億から300億ぐらい持ってないとそうはならないって話じゃん。維持のコストもすごくかかりますよね。かかる、年間 5% 維持でかかるからね、機体の。なんか最近シェアで持とうとする人多いですよね。シェアでなんか10人ぐらいでシェア。基本は税金対策で持ってる人ばっかだから、実際にそれを税金対策じゃなくて本当に足代わりで持ってる人少ないんじゃない、うん、特に日本は少ないよね、うん、だから日本って金持ちいるけど大金持ちいないよね。あ、本当に少ない。柳井さんとかやっぱあのクラスにならないと。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.